飛び出した五つの遠藤豆は、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの創作童話の一つ。本作品は、物語集第1冊及び同第2冊を、差し入り物語集として一冊にまとめ1855年に、刊行した際、同物語集に新たに加えられた十二の童話のうちの一つである。新たに加えられた他の童話として、最後の真珠、違いがあります。 バカなハンス、あの女は、ろくでなしなどがある。同年に生誕50周年を記念して、デンマークで全州の観光が始まっており、アンデルセンがすでに童話作家としての地位を確立した時期の作品である。一つの鞘の中に五つの遠藤豆が並んで収まっていた。遠藤豆たちは皆、緑色をしていたため、世界中が緑色だと思っていた。 彼らはやがて熟して黄色くなり人間の手によってさやごともぎ取られ子供の手のひらに転がり出た。遠藤豆たちは誰が一番遠くまで行くかを話した。一つ目の遠藤豆は子供の豆鉄砲で打ち出されどこかに飛んで行ってしまう。二つ目も打ち出されいなくなってしまう。次の二つは子供の手から転がり落ちたがやはり豆鉄砲で打ち出されてしまう。 最後の遠藤豆は打ち出されて屋根裏部屋の窓の下に飛んでいった。そこには風に吹かれた土が溜まっており、遠藤豆はその上に落ちた。屋根裏部屋には貧しい母親と病気でベッドから起き上がれない娘が住んでいた。ある日娘が窓の外を見ると土の上に落ちた遠藤豆が葉を出しているのが見えた。母親は娘のために遠藤豆がよく見える窓際にベッドを移す。 遠藤豆マメは、しついたちと成長してゆき、それを眺めて暮らす娘も元気を取り戻していく。そしてついに、遠藤豆マメは花を咲かせる。ありがとうございます。